本日なんですけど本日はダウンパーマー失敗しましたというところで失敗から学んだ成功法を皆さんの方にご紹介したいなと思いますそれでは早速行ってみましょう本日もご視聴ありがとうございます はい、ダウンパーマー失敗しましたというところで失敗から学んだ成功法の方を皆さんの方にご紹介できればなと思っておりますで結果なんですけど失敗したんですけど実はこれは成功だったんじゃないかっていうところにたどり着いたのでおこれでいいじゃんって思ったんですよなので失敗から学んだことがいっぱいありすぎてさらに次はセルフの技術が上がってるんじゃないかなと思いましてでまあこのコンテンツ見られてる方まあここにたどり着いた方ダウンパーマー失敗してほしくないわけですよ1回目から僕が失敗したようなことを 起こさずに1回目でできればいいと思うのでまあどういうものを使った方がいいとかどういう風にした方がいいとかそういうこら辺をちょっとね僕が失敗したことでこうしたらいいよっていうところね皆さんの方に共有できればなと思っておりますで失敗したところこれ分かりますかわかんないかな 今シャワーした後なんですけどでまあ、こんな感じでここが潰れてるんですよでこちらがもこっと上がってるんですよ、まあ、これはね意図的にしたんですけどもここまでダウンしてるのとダウンしてないのが差がちょっとねできなかったっていうかここもダウンもうちょっとできればよかったんですけどなのでまあ、結果ねこの横のところはめちゃくちゃダウンして正直韓国でダウンパーマーするより日本でダウンパーマーするより痛まなくてダウンめちゃくちゃさせられる自信があります。もうううセルフの息じゃななななくてててて僕できるるっっっいいかねねんな人にやってあげられるなっていう、ね、そこら まででの自信にたたどどり着いたんですけども、まあ、失敗をめちゃくちゃしたからっていうのもあるんですけどなのでここの、ね、ダウンのどういうふうにすればダウンめちゃくちゃさせられるかっていうねちょっと皆さんの方にもご紹介できればなと思ってるんですけどこういうねダウンパーマーする時にペーパーつけると思うんですけどこうやってね液塗ったらプシッとつけるんですけどこれ使わないですこれ使ってたらダウンしないです。 これ使うのはデザインパーマをするときだけ。なので僕は前髪にこうやってピシュッってつけるんですよ。なのでデザインパーマのときだけはこれつけます。あとは上の部分とか分け目とかの部分とか使うんですけど、それ以外はこれ使わない方がいいです。むしろここら辺つけててみんなピローって取れませんかですよね。 これね、取れてたらもう基本的にはダウンしないです。なので、僕のおすすめとしては、スーパーとかである、まあ、こういうビニール袋のこのでかい版みたいなやつあるじゃないですか。あれをこの横切って、こうやって1枚にできるじゃないですか。その1枚をグワッてここに横にやって、それをここで縛るっていうね。まあ一応僕のツイッターとかの方でも画像載せてるので、まあそちらの方もね、見ていただければお分かりになるかと思うんですけど、下の概要欄の方に UR l 貼っときますので気になる方はそちら見ていただければと思うんですけど、そうすると超絶ダウンします。超絶ダウンする。 これめちゃくちゃゃくいたっていうねもうこの紙は使いませんっていうねデザインパーマーする時なんですけどもまあこういうね前髪をつけてるんですけどで前髪をつけるとこんな感じでまあいい感じに上がるのでいい感じでございますでこういうのねダウンパーマーセットって僕がね持ってるっていうか買ったやつをここに出てるんですけどもうねこういうねダッシュとかねあとは市販で売られてるやつあるじゃないですかそういうものは使いませんはいっていうところで僕が最近使ってるのはカーリーシールってやつなんですよでまあカーリーシールなんですけども 日本にもね展開してるようなんですけども、まあ、ヘアブランドとしてすごく韓国ではめちゃくちゃ人気があって、まあ、スーパージニアのキム・ヒチョルさんとかキョナさんとかヘアメイクしてる人なんですけどもゴリさんっていう方なんですけども非常にその方が有名でその方が作ったヘアブランドになりますいろいろねヘアトリートメントだったりとかシャンプーリンスとか、まあ、ダウンパーマ液とかパーマ液とかカラー剤とかそういうの作ってるんですけどもその方が作ってるダウンパーマ液はめちゃくちゃいいです傷まなくて。 めちゃくちゃゃくダウンするんですよまあ韓国内でしかまだ買えないんですけどもしかしたらちょっとたどってみたら買えるのかなどっかでまあちょっとそこまでまでは調べてないんですけどもでその方は日本でもセミナーとかやってるので、まあ、美容師さんとかだと使えるのかな買えるのかなだと思うんですけども早くこの方の駅を使ってもらいたいって僕は思うぐらいんですけどでそれはまあなかなか購入できないかと思いますのでじゃあどれがいいかってなったらアマゾンで業務用のやつが売っております。業務用のやつで 一般でも購入できるやつで作られたものがあるのでそちらの方を使うとめちゃくちゃ痛まなくてちゃんと使えるダウンするものになっているのでで置き時間も違うんですよね僕とかだと45分とか50分置くんですよ45分今回は置いたのかな置いたんですけどまあ45分でも切れることは全くないですでもこちらのダッシュとかだともう本当にね10分してたらめちゃくちゃ切れるよゴムだよもう本当にもう45分とかしたらねもう坊主になるよもう本当に <laughs> それぐらいてかそうなっちゃうのでこれはねやっぱり 液が強いいいいっっていうところででやっぱり扱いづらいんですよ片方塗り終わったらこっち行くみたいな感じしたらもうダメです。片方塗ってだんだん右左、右左、右左、右左塗っていかないと順番的にはダメですね。右左、右左、右左、後ろ、後ろって言って上、そして最後前髪。まあそれを3、4分で全部終わらさないとダメかなって感じです。で、置き時間が8分ぐらい置かないとダメですね。で、それを逃すと、どっかが時間が伸びちゃうと、まあ10分とかなって15分とかなったらもうアウトですね。もうブチブチに切れるので難しいんですよ。はい。 で、あと、プラス、その前に、まあ、このね、ミルボンの頭皮をね、サポートしてくれるオイルがあるんですけども、韓国のね、美容室でもダンパーマするときには、こちらを使っているところが非常に多いんですけども、ま、カラーの前にも使えるってもので、一本持っとくとめちゃくちゃいいので、株式会社ミルボンから出ております、頭皮オイルになりますね。こちらめちゃくちゃいい。全然頭皮が傷まないので、まあ、やっぱりダンパーマ液っていうのは、あとカラー剤もそうなんですけども、頭皮を傷めちゃうので、こういうものを使って、ちゃんと軽減させていくっていうね、ことをお勧めいたします。ちなみになんですけど、僕、ダンパーマは、1ヶ月に1回ですからね。 週週間間にに回回髪の毛切っててんですけども早くて3週間に1回ダンパとカラーもセルフカラー僕してるんですけど、まあ、ちなみに横とかだけでいいから僕カラーはセルフカラーなんですよ。なので泡のやつ使ってるんですけども、ちなみに韓国もそういうものがあるんですけども、カラー剤は韓国のものより日本のものが全然傷まないです。なのでカラー剤は日本のもの使った方がいいかなと思いますね。やっぱカラー液はね、日本のものめちゃくちゃ優れてるので、まあ世界的にもやっぱりカラー剤っていうのはね、日本ね結構いいもの使ってるので、治安で売ってるもの っていいののもも最近ではめちゃくちゃゃいくいがあります昔みたいにもう10年20年前とか全然違うのでちょっと例えば男性の方白髪染めるぐらいだったら泡のバブルのやつで全然いいかなと思いますので僕はそれをしております、まあ、美容室でやった方がね全然ね傷まないので美容室するのをおすすめするんですけれども、まあ、毎月とかしたら、まあ、結構な金額もかかるかと思いますので、まあ、そういうやり方もありますよっていうご提案ですね、はいまあ、そんな感じでございますでパーマ液なんですけども、まあ、業務用のやつが、まあ、一般の方でも買えるようなものになってるっていうのは Amazon でででで売っでっっっててるるんすすけけどだいいい円ちょとととぐぐららミリ入ののかななのでそれ一個買っとけば1年使いますねサイドとこだと、まあ、僕全頭やっても多分約1年ぐらい使えるので月1回使っても100ミリっていうのはなかなか使い切れないので1年以上は1年半ぐらい使いんじゃないかなと思いますね僕とかだと髪の毛の量が多かったりするので僕は持ってるのは700ミリリットルなんですけどそれで1年持つかなぐらいかなって感じですねでダ断泊免疫なんですけど、まあ、2週間に1回はやらない方がいいかなと思いますめちゃくちゃ髪の毛痛めるので まあ最低でででも大体言うのは1ヶ月に1回なんですけどでまあこれはねカットしてもらって美容室でねまあ、こんな感じになったんですけどもダウンパーマ自分でして、まあ、ダウンデザインパーマしてなんですけどもここからまあ僕がどんなセットにするかっていうのをちょっとお見せできればなと思います。はいで今回使うのはこちらですね。ダッシュのウェット とカールクリームになりますはい早速なんですけどもしていきたいなと思いますね、まあ、こんな感じで500円玉ぐらいかな僕は髪の毛の量が多いのでそれで500円玉ぐらいなんですけどでもううわーってワサワサっていきます、まあ、上の方をしてから最後前髪ね前髪いっぱいあるとべっりになっちゃうので、まあ、こんな感じにしますはいどうでしょうか、まあ、ちょっとねこのセットをしたら結果成功だったみたいなね感じになったんですけど こんな感じでちょっと韓国のヒップホップスタイルに近い髪型かなまあそういう髪型が好きなのでしてるんですけどもまあ僕みたいな髪質の方は非常におすすめかなと思いますのでウエットでデザイン的にも優れてる感じなのではいこんな感じで出来上がりでございますけどいかがでしょうかまあ、若干ねここら辺がね潰れてるのがわかりますまあこれ結果的に良かったんじゃないかみたいな感じになってるのでいい感じかなと思うんですけどでこちらのちょっと前に下ろしてくるみたいなねこんな感じ いかかがでしょうかこんな感じでもうセット時間も1分もかからないのでめちゃくちゃおすすめですで後ろこんな感じで、ね、横もこんな感じいかがでしょうかこんな感じでございます まあなんか失敗したと思いきや結構成功なんじゃないのかなみたいな感じなんですけどどうでしょうかダンパーマーぜひね皆さんね1回目から失敗してほしくないのでぜひ参考にしていただければと思いますまあ何回かねダンパーマーして失敗しました成功しましたこうした方がいいですよみたいなのね動画上げておりますので上の方に URL 貼っておきますのでそちらの方も見ていただければと思います過去34回ぐらいしてて2回ぐらい失敗してるのかなまあそんな感じでございますはいまあそんな感じで今回はダンパーマー失敗しましたよっていうところから実は成功なんじゃないかみたいなところに立っ 取り付いた失敗からの成功法でございましたはい今回も最後まで見ていただきありがとうございました今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いいたしましょうじゃあねー